ゆうとび、本日の謝罪がこうちゃんでございます。三つまたということで、早速撮ってみましょう。はい、ということで本日は京都府綾部市にあるこの三つまたの群生地に来てみたんですけども、これすごないですか。ほぼ360度全部三つまたで埋められてるんですよ。めちゃめちゃ綺麗。僕三つまた初めてなんですけど、ちょっと観察してみましょうか。アップで見るとこういう花なんですよ。めっちゃ小さい花がポツ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 集まってて一つの花になってるみたいな。で、黄色なんですね。黄色と白っぽい感じで、これがこう全体になるとこんなにね、こう黄色というか白の綺麗な色になるっていう感じですね。で、これをとりあえずまずは1枚目は横構図で撮っていこうと思います。で、どこから撮るかなんですけど、こうね、ちょこちょこ、こうこことか緑色の部分、この下とか緑色のね、葉っぱがあるんですよ。この葉っぱがね、ちょっと邪魔やなと思ったんで、その葉っぱが入らないように撮っていこうと思います。ということで、カメラをまあちょっと上の方に上げて、下の部分、ここはね、ちょっと湾曲してるじゃないですか。で、そのど真ん中が空いてると。で、その奥にミツマタを大量に入れれるんですよ。なので、手前のこの湾曲したぐにゃぐにゃした形のミツマタ、ちょうどいい形のこれを前景に入れて、で、奥にピント合わせて広角で横構図で撮っていこうと思います。で、設定していきます。とりあえず安定のいいモードからの露出補正を白飛び黒つぶれがなるべくしないようにプラマイゼロにしました。で、 F 値なんですけど、 F 値は 5.6 ぐらいにします。手前のミツマタ、ちょっと湾曲した形の前景のミツマタをちょっとぼかしたいと。で、ぼかすぎてもピント合いすぎても嫌なんで 5.6 ぐらいにします。で、奥にピント合わせます。で、 ISO100 でもシャッタースピードが速いと。でもね、ここ山ん中なんですよ。で、結構ね、こうやって太陽出てる時はシャッタースピード早く稼げるんですけど、太陽が沈んだりとか、シャッタースピードがね、めちゃめちゃ遅くなることがあるんですよ。50分の1秒とか40分の1秒とかになることがあるので、もうそれもめんどくさいので三脚立ててます。またね、三脚立ててても、もしかしたらちょっと手ぶれしたりとかするのが怖いので、今回はこのレディーズリモコンを使って撮っていこうと思います。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、こう手前の三つ股をちょっとだけぼかして、で、奥にピント合わせました。で、その奥の三つ股がね、もうめちゃめちゃ小さいポツポツしてるんで、めっちゃこう広がってますよみたいな感じを表現できたからと思います。で、写真の下の方が三つ股で埋めて、で、その上側は杉、まっすぐ伸びていってるね、この杉で埋めたんですよ。で、そのまっすぐ伸びていってる杉のラインも綺麗し、で、ちょうどね、太陽をこう横からサイド光になる角度で撮ったので、めちゃめちゃね、その杉も立体感が出ていい感じになったかなと思います。ということで、次。はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。今度は逆光で撮っていきます。で、持ってレンズね、ちょっとだけズームして、この両端に木を入るようにカメラを配置します。で、このね、木の間の三つ股なんですけど、今ちょっとこの動画では分かりにくいんですけど、太陽が当たったら S 字になるんですよ、いい感じに。なので、太陽の光が当たって、その光のラインがね、ちょうど S 字になるので、その S 字のラインをど真ん中に入れて、ここを縦構図で撮っていきます。で、上の方ね、空の部分あるんで、この空の部分をね、あえて入れようと思います。その方がなんかそっから光来てますよ感が出ると思ったので、ということで、ここで縦構図で撮っていこうと思います。で、設定していきます。今回はもうめちゃめちゃ全体的にピントがあってほしいので、 F 値を大きく11まで上げます。で、 ISO100 でシャッタースピード若干遅いんですけど、まあ今回は三脚立ってるんで大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、こう写真のど真ん中にいい感じにこうちょっと S 字っぽくなってるラインを入れました。で、その真ん中のラインに身を生かせるように、あえて両端に杉の木を入れるっていう感じの構図にしてみました。ということで、次。はい、ということで、次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。で、なぜかね、今日今めっちゃ晴れてたんですけど、急に奥の方が霞んできたんですよ。なので、この霞んでる部分を奥の方に入れます。で、左の方はね、この辺の三つ股が綺麗なんで、この辺で埋めます。で、右の方、右下の方にね、ここにね、道があるんですよ。で、この道もちょっとアクセントになるかなと思ったので、右下の角から出てくるようにして入れます。で、今ね、太陽当たってて綺麗なんですけど、奥の霞んでる雰囲気とはちょっと合わないなと思ったんで、太陽が消えて曇りになってタイミングを狙って、ここを縦構図で撮っていこうと思います。で、設定が奥にピント合わせて、手前の方の三つ股とかは若干ぼかしたいので、また F 値 5.6 ぐらいにします。で、 ISO100 でも、まあ、三脚立ってるんで大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。
はい、ということでこんな感じの写真になりまして、奥に霞んでる部分を入れて、でそこもちょっと明るいと、で手前がちょっと暗いで、道が奥に続いていってるってことで、なんとなくこう目線の誘導ができてるかなって思うんですけども、どうですかねこれ、ちょっと僕はわからないです。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はここから横構図で撮っていきます。でさっきと同じようにね、この上から見ても奥が若干霞んできたんですよ。だからその霞んでる部分を奥に入れます。で次にこの中間部分なんですけど、次がね今両端、ちょうど両端に2本生えてるじゃないですか。この2本の杉をちょうど両端に入れます。でこの2本の杉の端の部分から、もう写真の一番横か、もうほんまこのギリギリのここの部分、ここの空いてる部分を両端とも同じ空間だけ開けます。それでバランス感覚を取ります。で次一番手前なんですけど、まあ、手前も結構綺麗なんですね。この部分を絶対入れたいと。でも下の方に行き過ぎると、もうこうやって枯れ木の部分というか木の部分が入っちゃうので、これがちょうど入らない程度に手前の部分をいっぱい入れます。ということでここで横図でこういう感じで撮っていこうと思います。で設定が今回は露出補正プラマイゼロだとちょっとだけ白飛びしちゃうんで、マイナス7にしました。で F 値ね、さっきちょっと低めにしたんですけど、大きくします。 F 値14まで上げて全体的にピント合わせます。で ISO100 でシャッタースピードちょっと遅いんですけど、何回もいいけど三脚立てるんで大丈夫なんで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、手前にねキラキラした部分入れて、奥が霞んでる感じの写真になりました。 6D が死にました。ということでもう今日は帰るので終わり。はい、ということで本日は京都府綾部市の三つ股の写真を撮りに来てみたんですけども、いやめちゃめちゃ綺麗かったですけども、最後になんと 6D をぶち壊しました。最悪すぎ。まあなんか広角で撮ったり、サイド光で撮ったり、逆光で撮ったりで、いろんな表現ができたかなと思います。でもう今から速攻で帰ってキヤノンに行こうと思います。ということでもう今日は帰りたいので終わります。さよなら、バイバイ。